皆さんどうも、こんにちは。レック人講師の宮口です。弁理師のね、宮口と言います。おはようございます。こんにちは。こんばんは。はい。さあ、それではね、今日の、ああ、ガイダンスはね、今年の論文試験、ここから攻めていこう、みたいな、えー。そういう感じです。はい。 でまずね、あのー、出題傾向をちょっと見てみたいんだよね、これはあの特実なんですけども、えー、そうですね、やっぱりこのこれね、見えますかね、これあのいわゆる時系列3点セットですよ、ほぼ出てますよね、うん、これもね、どうだろう、ちょ,ちょっとまあ後回しにし、うんえー、っと数えるわね。<laughs> 一応さあの頻度は高いのは分かってんだけど123456あ一応6かこれは1234567899だからねうんこれ多いね国際特許さん、うん、あの担当では最近なりをしとめとるんやけど論文では出るね、うん、今後も出るでしょう俺ああ。うん であこれも効力侵害系やなこれちょっとねあのー、なんて言ったらいいんだろうえー、っとねまあまあいいか、うん、まあいいわピンクでいいわ、うん、これもそうよねであとはどうよあとはまばらかうんそうやねあとはまばらとしか言いようがねえけどよ そうですねまあやっぱ補正分割あこれちょっと第2水準ってことはオレンジ塗らしてもらっていい、うんうん、主体的暴人とは共団違反とはねその辺で補正とか分割も第2優先順位だねうんこの辺ですよやっぱこういうところはしっかりやっておけないかいわなうん 104乗の3これも感覚的にはねよく出るなという気がしますうんあとね PCT の知識ね、うん、これもねまあまあ出るんですよほら最近固,まって固めて打ちですね固め打ちうんまあそんなところですはいじゃあ次にあの一生いってみようかね あで一生はと言いますとこれまた時系列3点セットですねうん登録要件というところはほらめちゃくちゃよく出てるわなうん新総例ねちょっと待って1234567まず第一優先順位だからな関連一制度すごい俺関連一制度すごかバッテン荒川博司って感じうん一生懸命の効力もそうやね えー、あとはどうよあとはまばらかうーんそうやねじゃあ次第2うーんちょっと待ってよもうちょっとなんかね新総礼もうまあいいか第1優先順にしとくか新総礼ねあとは第2優先順にするけどえー あの法目的とかねうん保護対象とかねこの,この辺第二優先順位やねうん洗顔主義もそうやね洗顔主義もねあとあのあ秘密衣装かこれどうしようかねまあ第二優先順位でいいか秘密と部分部分はね第一かと思ってましたよね意外と第二に収まるみたいな利用定食ね 千王権も千王権とは千秋眼権第2優先順位ですねあまあそんなところですわええーはい、じゃあ商標一致見ますかねあ商標ああもう共通しますね全部時系列3点セット どの方行きもねえ間違いないですねそれからあ向こう審判ちょっと待ってようーん第一優先順位にしてあげますかしょうがないよねちょっと少なめだけどねあとはどうかいうーんうあとは第二優先順位になっちゃうかな全部。 ね、じゃあ,あとはね、選挙主義、まあ、登録要件みたいなもんだからね、うん、そら出るでしょうという感じで、うん、あとパリ有選挙も意外とね、うんはい、不使用取り消し審判、危ないね、不正使用も危ないですあ、商標権侵害ね、侵害系もよく出ます。 はいそんなところが去,去年もね侵害系といえば侵害系なんですけどあの戦士用犬がなんかポイントって感じだったんでね、うん、まあだいたい俺が今ピンクとかオレンジ塗ったところをやっとけばいいんですよねただとはいえ他のところが出ない中ちゅうわけにもいかんからねそれであの1行問題対策をこうやってやるとうん。 でね、あのー、これ、去年かなんかのテキストなんだけどまあ1つね言わせてもらうとね、法、あのーまあ、目的はやると思いますがいつもですねちょっと盛りだくさんすぎて時間内に終わらないんですよ。<laughs> でその反省点を生かしまして、まあ、ちょっとね、あのー、これは出ないかなっていう、まあ、おあのオミットしたやつから出たら困るんだけどね。 例えば、この、えー、縦にみたいなやつはでちょっともう出ないかなと思っているんですよ、ね、これあの18年改正で輸出という概念があの設けられたので、ね、例えば平成20年とか21年ぐらいだったら大、ね、体改正されて3年遅れが一つの山場だと思われてますからもうあれから、ね、15年ぐらい経つわけでしょで出てないと。 もう出ないかな、これ、ほら、輸出の趣旨、合わせて属地主義との関係みたいなね。だから、本当にね、あのもう一回見直して、まあ、出そうなやつにより絞っていきたいと思う。で、あんまり絞りすぎると、あ逆に外したやつから出ると困るから、うん、あの、なんていうかね、これは出ないだろうっていう。 自信を持って出ないだろうみたいなところをねオミットしてあ,あのちょうどいいぐらいの分量にしていきますわそのほうが皆さんもね勉強しやすいと思いますよ逆にねたくさんありすぎると困るやろうんまあそんな感じこれうんこう青本趣旨対策講座っていうのをやるから俺がねえ、うん、だ一行問題対策ですよね青本出ますもんね去年あれが出たよね知ってる 去年はね、あのー、あちょっと待ってよ、ちゃんとね、ついてますか、えー、?R3 で国内優先権。あれ国内優先権。あ、ついてますね、ちゃんとほら。国内優先権のところ、丸がついてるでしょ。これ、趣旨問題だったんですよ。趣旨問題だから、ちょっとね、あの緑で塗っとくけど。ほら、こういうのも絶対に、あのー、オミットしませんよ、私。ああ、重要ですからね。 ちょっとこれ抜粋版だからそこまでたどり着いてないから乗ってないけど。はい。で、あと次にね、審査基準ですよ。ええ。で、審査基準も結構、なんちゅうんでしょう。あのー、出ますよね。ええー。まあ、あ例えば、あのー、平成28年のあたりでね、あのー、ええー、 国内優先権のところで、えーええーっとね、なんか構成要件例えば発明 AB からなる X みたいな時に、えー、後の素顔で A と B と C からなる X みたいな発明にするともうやっぱりあの先の素顔に含まれていた発明とは違いますわね。うん その構成要件 C というやつが別名発明特定事項 C が新たな新規事項ということになるわけだからねえなので優先権の利益は認められないというこれね見方によってはあの人工乳首事件じゃないかというふうにも言われてるんですけど問題文の文言を見る限り平成28年の問題2ですよあれはどう考えても審査基準から出てるかなと。 いう気がしますね、えー、であと何気にね審査基準あの例えばね私があの受け持ってるあの青本対策講座青本趣旨対策講座ですが例えばね組物の衣装8条ね組物の衣装といえば八畳やれ衣装法ので八畳のね趣旨見てごらんなさいよ何回毎日やからああね そういういは、ね、審査基準の趣旨を見てほがいい意外としっかりしてる、ね、関連衣装の趣旨も青本はねしっかりしすぎてる、えー、先生それどういうことですかしっかりしすぎてるんだったらいいじゃないですかしっかりしすぎてて書きにくいああの気合が入りすぎとんだね青本のねだから拝点が低い問題が出た時はむしろあの審査基準の 関連小制度の趣旨とかがいいですよ。えー、手短にまとまってますしね、えー。三段論法で意外と短くまとまってますね。で,であとあの特にね関連小というのは複雑になりましたからね制度が複雑化しましたからねまあ親分と子分の関係として,てもさあの兄貴分と弟分の関係とかね兄貴と弟でも疑似親子関係を結んだら。 本書と関連症のね親子杯みたいになるしねだから複雑になってきたんですよなもんだからああやはりここは審査基準ねそれをやっぱり勉強しておくとあのだいぶねその手がかりになるということが言えると思いますはいだからはまあ私がやってるあの青本趣旨対策講座も重要だしこういったねあの審査基準ネタね これは何だろう審査の手順とか書いてますけどああよく出ますわねこれ最初の距離通最後の距離通ね皆さん言えますかええー、最初の距離通の定義とか言えますね第1回目の拒絶流通知のことですわねじゃあ最後の距離通って言えますかこれはね最初の拒絶流通知に対する法正によって生じた拒絶流のみを通知する場合を言うとね ちゃんとあの定義言えるようにならんとダメよあ。もしかしたら出るかもしれんわな。これもあのフローチャートやねこれはあの最初の距離つ最後の距離つ拒絶査定みたいな流れやろ。あまあ、さっき言ったけどほら青本でね例えば全審査の趣旨書いてんだけど審査基準にもね書いてんですよこうやって趣旨があ。どの辺が趣旨かというとよ。えー うん、緑で塗るはね理由付けは俺緑で塗るっていう主義だからはいこんな感じですよ。えー、かかる実情に鑑み、ねえー、審判請求時に補正があった場合には、えー、その審判請求の処理をその拒絶査定をした審査官に審査させ、えー、でまたほら。 趣旨っぽいところね趣旨らしきところは緑塗るっていうねこれであのメリハリが効いてるやろ審判官が処理すべき事件の件数を減らし審判の促進を図る趣旨で導入されたとほらねまあほぼ青本と同じですけどねえー、そうそうそうまあそんなんじゃまあ青本も大事だし審査基準もねあの法律ってね完璧じゃないから だからある程度特許庁がその作ったルールといったものも知っておかないといかんわなあーこれ全審査の流れやねこれあのこれ特許庁の審査基準そのまんまやけどねこれはこれでね詳細すぎてちょっと分かりにくいんですよだから私がもうちょっとね簡略化したバージョンとかで教えていくからね、えー、番書とかをこう空使しながらねああところどころね過去問も交えるぜえー そう,いうことよああこれゼン差が出たんやなこの年にナルホースコルホースソフォーズやねソ連の集団農場だねえゼ差。はいねこういう感じでやっていくからあんで、ね、もちろんあの皆さんねいや私はあの過去問があんまりでけへんてよっていう人もおると思う その人はねあの過去問対策講座、論文・過去問、えー、25年分理想と現実という私が手がけた講座があるからね、まあ、それをやるといいよ、ね、多分あの担当を受かる人とかね、えーまあ、受からない人はもうどうしようもないんだけど受かっても担当に受かってもさ、あのー、全然論文がねやれてないという人は毎年、非常に多いんですよ。 で担当もそうだけどあの過去問というのは必要条件ですよね論文も同じなんですよ必要条件なんですよだから受かるためにはあの過去問やらんとだめですでレックの,あの過去問集というのもあります過去7年分ぐらいねええーまあ、まあ安く仕上げようと思ったらそれでもいいわ、ね、あただあの私の場合は まあ、手取り非常にこう根節精鋭にだいたい皆さんが分かりにくいところを知ってますからまあそういうところにまで踏み込んで、えー、講義をいたしますからまあねえー、っとあのー、分からないことはほとんどなくなると思うんだけどねはいで論文各問対策としてそういう理想と現実というのがありますね論文各問25年でそれに対してですねあのー 直前講座、えー、論文の,あの過去問講座としてねもう一つあるんですよ、実は。ねこれはあのどういうコンセプトに基づいているかというとね、えー、はいちょっと見てください、私のレジュメの29ページにありますけどね、はい論文過去問分析講座というのがあるんですわ。えー、ちょっと俺邪魔ですね 内の邪魔だくんって感じでねどきますからええー、はい「論文書くもん」あ「分析講座」ねこれで使用する、えー、テキスト見本なんですよそれでねあのほらこんな感じでこれは平成26年の問題1の説問2なんですけど皆さん何も思いませんかあれ そんんなな感じだったかなと思いませんそうですあの論文書去もんがよこんな短いわけないだろうええー、実際はねかなりロングバージョンなんですよでそれをね各設問ごとに分断して分野ごとにあの並べ替えたっちゅうのがこの論文書去もん分析講座ですわだからまあその例えばほら時系列3点セットなら時系列3点セットだけとかね 補補正正だだったら補正だけとか、ね、まあそういうふうにしてこう分野別に固めていこうという趣旨これにのっとってるのがあレック論文学問分析講座です。ね。全部で4回。えー、と4回ということは特実2回衣装1回商標1回かなで合計4回。でこれにはねあのー 受験生のの答案解析講座いいうのもついてるちょっとネーミングはそれでいいのかちょっと忘れましたけど要は内容というのはねそのレックの作ったテキストをやる回が4回ですよで残りの2回がねまあ実際の受験生が書いた答案をねあのいいのか悪いのかねあのまあ合格者の答案と不合格者の答案をねえ比較しながらこの人はここが良かったんだから受かったんでしょうねと。 ね、逆にこの人のとはねこういうところが多分不合格の原因になったんじゃないかっていうねそういうあのメリハリの聞いた感じで、えー、授業を進めていくうん少し分かってきたで理想源との違いは理想と現実論文過去問対策講座理想と現実ねあのゴールドウェブのあれはもう過去問を崩さずに教えてます ね、崩さずにえー、なので、えー、どっちがいいかということですよね、えー、分野別に固めたいんだったら論文あの過去問分析講座ねただねたった4階ですのでもう言っときますこれもうかなりスピーディーに進んでいきますなのでえー、っと正直言うと考え方の骨子ぐらいしかできませんねっ 考え方の骨子ぐらいしかできませんのでまあその点はねご了承いただきたいかなと思いますね値段は安いんだけどあのー、まあその分ねもうスピーディーに、あのー、処理していかんとね終わらないんですよねその点ご了承ください答案構成的なあの要するにね骨組みこの問題が出たらこういう骨組みで書こうねみたいな感じの 講座になっていきますだからちょっとレジュメを見るとねこれ答案というよりは答案構成って感じしませんかうんほらああ答案構成って書いとるわねうんこの「説問骨子」っていうのはこの問題ももう超手短に言うと「どげんこつ言っちゃうか」っていう話やねうんそういうことや、えー、ね 新規性の趣旨ね。ああ、やっぱりこういうね、何気に一行問題、ジャブで繰り出しますでしょ。ほら、あ新規性の趣旨ね。うん。はい、俺がね、語呂合わせとかで教えるから、交代、交代特不養新規発。交代得扶養新規発。みたいな感じでね、<laughs> 教えていきますから。 ああこれは、まあ、青本趣旨対策講座でねカバーしていくんだけどねええー、はいであと他にもね、まあ、あのいろんな講座ありますよ「論文山ごろ」とかね山当てと語呂合わせを兼ねたねええー、そういうのもあります「あの論文山ごろ」ってやつねただあのそれはあのパンフレットはちょっと別なんでね、えー、この私が今 あのやってる過去問、えー、分析講座とか青本趣旨対策講座とかね、えー、審査基準講座これは論文直前パックの中に入ってるものですなのでちょっとあの理想と現実とか論文山頃っていうのは別物だと思ってくださいね、えー、あのちょっと割引とかが効きません えー、これは聞きますよはいえー、っとまあこれっていうのはその青本審査基準過去問解析ね3点セット、はい、そうですね皆さん、ま、な悩むと思うんですよねだからもう一回ねちょっとまとめていきたいと思うねこういう人はこれみたいなやっぱり一行問題に弱い人青本趣旨対策講座だねうん 条文だけでいいのか、ちょっと不安だなっていうふうに思ってる人。あー、審査基準解説講座やね。うん。あとね、判例が弱い人向けの講座も確かありますよ。私がやってるやつで。うん。判例の講座、判例攻略講座かな。これもありますね。え <laughs> それから論文確保もちょっと悩みどころなんだけど、あー、あのー、 崩さずにやりたいと、ね、要するに免疫力をつけるためうにはもう素材そのままやった方がいいですこれはあの「論文過去問対策講座理想と現実過去25年分」これがいいねでえー、っと分野ごとに固めていきたい、えー、分野ごとにこうねあのなんていうかこうコンパクトにコンパクトにやっていきたいと。 論文過去問解析講座やね受験生の再現とはもうど,どういうふうに評価されるのか見てみたいという人には打ってつけたねあそしてあと何がありましたっけあ山手語呂合わせそしてからあのー、まあ論文を語呂合わせで乗り切っていこうとねさっきもちらっと出てきましたよね意見書補正書分割変更優先権みたいなね技術的範囲業都市の実施 権限の有無特許性はあるのかどうか、ね、こういうあの順番がある程度決まっとるわけですよ論文では何を書くべきかっていう順番がねそれをマスターするためには論文山、うん、あとあのそうですね論文サルベージゼミっていうのもあるけどね、うん、まあ現場に来て書きたいという人はねまあそれぞれですよ。うん それぞれぞやっぱり特徴があるわ、ねうん、で、えー、そのゼミっていうやつは基本的に現場に来ることが念頭にあってまあ今そのコロナのご時世にあってですねなかなかこう現場に来ること自体が難しくなってるからねまあそういった意味ではああのー、直前論文パックに含まれている えー、青本対策講座審査基準講座攻略講座判例攻略講座そしてこの論文・学問解析あ、うん、たりがねあのいいんじゃないかとこれ地方によってもね受けられるからね、うん、まあその点に関して言うとねあのえっ、ー、と理想と現実とか山頃もそうですねあのゴールドウェブ講座っていってね通信ですから。 あまあそんなところですわええ大体分かりましたよねあとはどうよこれは何あ再現あ載ってるね再現答案もよかったよかったえー、っとねこれは何年の再現答案かな令和2年これ多分令和2年の答案ですよ えー、ほらこれ令和2年の115点受かってますねこれ108点で合格やからただこれあれかな抜粋だからななんかほらおかしいと思わない ?44 ページでなんか終わっとるわなで45ページメモページねこれ,これ多分ねあのー、ティーザー的な感じでえー、うんだからこれで受かるわけねえもん <laughs> でこ,こ,のこれだけの答案で受からんぞだからこれはまあチラ見せって感じやね右がほら全然何もないやろメモページやろ、うん、45ページがね、うん、まあ出てのお楽しみみたいな感じなんやろなえー、っとこれは衣装法かあー衣装法の答案やねあっすごい66点答案ってねすごいよ文句なしの合格答案やで すごいなうんななんでいいのかね俺が分析して言ってあげるよ、うん、なんでこんなにすごいんだとあこれパッとしないね52これあの不あのな,んなんて言ったらいいの、えー、合格答案ではありません52点はうんじゃあ不合格答案かと言われると不合格でもないですよこれグレーゾーンと言われてます、えー、そうですねじゃあなんでこの答案はあのグレーゾーンにとどまってしまったのか その理由はここだろうみたいなねあ。ということで、あの、模範答案もいいんだけど、あの、ダメな答案を、えー、扱うことによって、えー、我が振り直せ的なねいや、アプローチの仕方で実力を向上させていくっていう、えー、そういうやり方やね、これはこれでありかなと思いますよ。ええー。 まあそんな感じですわ私のまあ持ち分もそろそろ終わりですから持ち分時間がね、うん、ということで論文直前のね、えー、こう攻めていくみたいな感じでしたよねはい今年の論文、えー、講座ここから攻めていこうということでねはいじゃあもう終わりますから皆さんもねそろそろ、えー もう終わっていいんじゃねえかと思ってる気がしますんで <laughs>。じゃあ、あの、はい。今年の論文試験はここから攻めていこう。あレック専人講師、弁理士の宮口聡氏がお送りいたしました。それでは皆さん、実際に講座の中でお会いしましょう。え皆さんの合格を心より。 お祈り申し上げます。それでは、えー、皆さん、また、時間までご経よを